通路の両脇にびっしりと並ぶ、真っ赤なイチゴ。これが、農業を変革する種になるかもしれない。日本の農業はもう、社用産業とどうしても取られがちですけれども、やっぱりもうこれはポテンシャルの塊だと思ってますし。甘くて美味しい日本のイチゴを武器に、世界に挑む開拓者。 世界中で全く同じものを作れるようになるので自動車産業と匹敵するような会社がとか出てくる可能性が非常に高いのでその舞台となるのが巨大な植物工場企業からわずか数年で200億円も資金調達した成功の鍵を握るのはこの生き物 今週は小説家真山陣がアメリカから農業を変えようとする変革者に問うでは改めましておいしいファームの小賀 CEO にお話を伺っていきますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします今回はこのイチゴを持っての、はい、まあ日本に帰国ということだったんですよね、はい、あのちなみにこれでおいくらぐらいなんですか今ですねこれアメリカのまあホールフーズとかで販売してるんですけれども一パックもう1十ドル前後で あの販売できるところまで来ております。千六百円ぐらいの 1, 今のそうですね。安いか高いかはその人は決めればいいんだ。んうで、ね、人、ね、うもともと、ねはい、まあ五十ドルで販売していて、ただ我々のそのゴールっていうのはあくまでそのなんかフェラーリを作っていくってところではなくてですね、うん、まあトヨタとかテスラみたいなこの、まあ、誰もがあの。うん 楽しめる。まあそういった価格帯のところに早く入っていきたいので、まあできるだけ研究開発を進めてコスト削減して、より多くの人に食べてもらえるように今価格を積極的にどん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 今落としているというような状況です。まあでも50ドルだったまあいちごを10ドルにできたっていうのは単にたくさんその売ることができたからなんですか。 どちらかとというとです、ねまあ、このスーパーで大量にこう売るためには多分10ドル台ぐらいまで落とさなきゃいけないなというのも最初から頭にあったんですよ。はいはい、そのあった時にじゃあスーパーで10ドルで販売した時にみんなが殺到するためにはその前にどういう状況を作っておいた方がいいかなということで、はい、50ドルという価格をつけてたんです、ね、ので50ドルじゃないと採算性が合わないからというわけではなくて別に50ドルでも100ドルでもよかったんですけどもあの50ドルのイチゴミシュランの保湿器レストランか、はい ハリウッドセレブしか食べれないあのいちごがお近くのホールフーズで10ドルになりましたってなったらインパクトがすごい大きいだろうなと思ってまああのそういう意味で50ドルだったんですねただ実際コストもかなり削減はできていてこれはまあ当然規模が大きくなったっていう話もそうですしあとはその鉢の受粉の生産性がですねものすごく上がったりですとかあとは自動化が進んでいったりですとかもういろんなことの組み合わせでコストが今ものすごいスピードで落ちていっていると。 実際50ドルで売っていた時と10ドルに下げた時と利益はどうなんですか利益は当然あの50ドルで売ってた時の方がもちろんあの出ます、はいはい、ただそのじゃあ50ドルで売れる市場の大きさでいくとこの10ドルの市場の100分の1とかになるわけですねなので、まあ、当然そこだけでひたすら高利益でやっていく線引き屋さんのようなビジネスを目指すっていうやり方も当然あるんですけれども、まあ、我々が目指しているところとミッションっていうのがです、ね、またちょっと違うところにありますので。 まあできるだけ多くの方に手に取ってほしいということを目指してやっております。なんかこれだけね高くて例えば最初50ドルで一パック売ってたということは一粒いくらと思えばいいですか？もとはもう一粒1000円に一、ね、粒で1000円だったですよね。はい、だとしたらそれここまで甘ければデザートですよね。一粒そうですね。あまさにその通りで一番最初に販売したお客さんは。 シェフステーブルというミシュランにあの三つ星レストランが5つしかないんですけれどもこのうちの1つが我々の一番最初のお客さんなんですねでまあ1食10万とか20万するようなところでフルコースでも全部こうものすごい趣向を凝らした数々の品が出てきて最後の最後にこれが1粒だけお皿にそのまま乗って最後のデザートとして出していただくっていうところから始まってるんでまさにデザートベリーという形で売られてますは お店に提案したんですか向こうがシェフがそうして結局ま最初食べていただいて、はいでまあ、シェフがもうこんなおいしいイチゴ食べたことないと、はい、でどうしようかなとかいろいろ考えて結果としてこれは何もしないいいのが一番いいとだこれはこのまま食べてもらった方が絶対感動してもらえるそのショートケーキにするとかなんとかするよりもそ,うですかそれは僕が提案したわけでは全くないですねであれだけ敷居が高いニューヨークのそういったレストランによく 入り込めましたね最初はもうあのアポとかもうそもそもメールも返ってこないですから、うん、アポがありますともうちょっと嘘をついて<あ> <laughs> それでもキッチンまで入り込んで飛び込んでいくわけでしてそうですね<ー>そのシェフが出てくるまでの間にもうカバンの中からこのいちご出して、うん、それでもうシェフが出てきた時には「あなた誰ですか?」って当然なるわけなんですけどやっぱこれを見せると彼らも職人なんでとりあえず食べてみようかってなるわけなんですよ。うんうん でもそこまでいくともう完全にこっちのペースになるんで彼に嘘ついてもこれを食べるとみんな入ってきてくれてありがとうって言えばなるんですよだからこれあ絶対許してくれるなっていうのが分かってそれでもそこからはもう堂々とアパーありますって言いながらですねこうキッチンに入っていくっていうことをやってました確かにニューヨークの敷居が高いのは誰でも知ってると思うんですけどでも逆に言うとニューヨークだから分かってくれた気がするんですよねだからこそあえてニューヨークをターゲットにして最初から選んで やったと。最初からやるならニューヨークだと思ってた。そうです。私はアメリカに行ったのは、あのユーシュバーグレというサンフランシスコにある大学で留学に行って、ニューヨークには縁もゆかりも全くなかった中で、やっぱりこういったものを分かってくれる、まあそのシェフもそうですし、消費者がアメリカでどこにいるのかって考えると、もう間違いなくニューヨークのもうこれはも一択でした。そもそも聞きたいのは、その最初のビジネスアメリカから始めようとした理由は何なんですか。やはりですね、あのまあいくつか理由はあるんですけれども。 結局この植物工場っていうものがどこで一番。 ヒットさせやすいかなっていうことを考えたときに、やっぱり美味しいものがなかなかない場所で、だけどお金持ちがたくさんいる場所っていうのが、もう私の中でセオリーとしてあったんですね。で、アメリカってお金持ちたくさんいるんですけれども、はい、で農業大国ではあるんですけれども、実は量は作ってるんだけど、美味しいイチゴとかっていうのはないんですよ。うんですね、なので、そういったところで、まあこの21世紀において、どんなにお金払っても美味しいイチゴがないマーケットでこういったものを売ったら、とにかくいい値段がつくだろうと。 技術は日本の技術なんだけどこれを日本でやったらおい、ね、しい仕事が、ね、たくさんあるのでマーケットとして正しくないだろうなということで、まあ、売りやすいだろうというのでまず一つそれが選んだ理由ですねでもう一つは,やはりそのサステナビリティー農業をいかにこうもう一度サステナブルにしていくかという文脈の話なのでこれはどうしても欧米の方がやっぱ需要として高いこれが二つ目の理由。それ最後の理由は これやるからにはもうこれ世界最大の農業生産者になりたいと思ってやってましたので最初からグローバルスタンダードなチームを作っていかないとまず日本で作ってそこから海外に出ていくとなるとまた調整が発生したり言語の壁があったりっていうのがあったのでもう最初からアメリカでグローバルなチームを作った方が最終的に早いだろうというまあそういった理由で。 とということはもし最初のやりたかったビジネスが農業じゃなく別のものなら日本でやったかもしれないそそれはも当然そうですだから私は別に起業したくてこれをやったわけではなくて、まあ、いろんなこう右翼曲折を経っていく中で、はい、たまたま私がコンサル時代に見ていたこの植物工場っていうものこれが世界的に今必要とされている時代になった時にたまたまシリコンバレーに NBA でいてもう全てのタイミングが重なって。 これはチャンスだと思って飛びついたっていうだけなので、別に起業家になりたくてこれを始めたっていうわけでは一切ない。今日ね、あのここでお会いする前に、あのミッグサイトで少し講演あのトークショーを伺ってたんですけど、あの昔あの農業の小説を書いたことがあって、農家とか植物学者って人いろいろ知ってるんですけど、小笠さん見ててどう見てもいわゆる農業家に見えないんですよね。 つまりその別にあのやってることを否定してるんじゃなくてその何が言いたいかというとこういう人がなぜ農業をやろうと思ったのかつまりそのいわゆる大学で勉強してる時ってチャンスは山のようにあるわけですよ特にそのシリコンバレーの近いところでやればみんな行くとこはあっちじゃないですか。そ,すね、そこでまあ相当その真逆なもののビジネスとして農業でだからこそ,そのアメリカでやるべきだっていうのって普通は反対が分からなくはないんだけど最初にありきが農業ビジネスっていうのは なんんかかいたんです2つぐらいあって、まあ、そもそも私は小さい頃に少し海外に住んでた経験があってで、まあ、我々の世代ってずっと生まれた時からもう日本は昔は良かったもうダメだみたいな話をずっと聞かされて育ってるで一方で海外に行くと結構日本っていまだに人気があってコンテンツもそうです食もそうですしすごいユニークなものがいっぱいある。 ってていうことを気づかされてでも日本帰ってくるともうダメだみたいなもうここのすごいもどかしさをこうずっと感じながら生きてきた世代なんですね。なのでいつか将来はなんか日本のいいものをこう世界にこう証明するようなことをしたいなっていう,こう漠然としたそういう願いだけをずっと持ったまま育ってきたんですよ。でそ,れをそういう願いい願を持って もっとまあう子育ってきている中でいろんな産業をまず新卒でコンサルティングに入ってなぜ入ったかというとコンサルティングでラックなりたくて入ったわけじゃなくていろんな産業を見ることができるっていうことを聞いてそれで自分がこう登りたい山が何なのかっていうのを決められるだろうと思って見ていく中で農業たまたまこの植物工場というのを出会ってこれは日本のお家芸で,で海外にはこういう品質のものがなくてこれは結構チャンスなんじゃないかなって思った状態で留学した時にたまたまこういうサステナビリティの流れですとか。 こういったものが来て、それで飛びついたっていうことです。例えば3つぐらい候補があって、そこの中で最終的に農業が残ったのか、割といろんなものを見ても全然心に響かず、もう農業で農業で出会った瞬間にこうピッと来たんですか。結構ピッと来ました。<ー>で、我々私はそれまであのコンサルティングファームで結構製薬領域とかをガッツリ見てたりとかはい、はい、製造業を見てたんですけれども、はいはい、やっぱりその領域って、はい、あの。 まあその道のプロがもう何十年もやってる先生方がいらっしゃったりとかもうサイエンティストがいっぱいいてなんかここでやっぱりなんか自分が若いうちからなんかバリを出せるそういうイメージがなかなか湧かなかったんですよね。 ビジネスがこう参入するのがこう法律上でなかなかできない構造になっていたのでビジネスマンで農業を見てる人というのは今後ど,どう考えてもこれからこれから進んでいって国がもう農業を守れなくなっていてどんどん多分あの一般の企業にこう開放されていくだろうというのがこう見えていく中でこの領域であれば結構早くからきちんと見ておけば早い段階から何、まあ、て言うんですかねあの インフルエンスあの影響力を持てるそういう産業なんじゃないかなっていうふうにちょっと感じたっていうのはただ大学の先生にはも,ものすごい強烈に否定されたっていうそうですねバークレーではもう強烈に否定されました,た先生はただダメだってわけじゃなくてちゃんと説得もしてくれたんでしょうなぜダメかってそうですね、うん、で一番の理由はまあ当時2015年6年っていうのはもう本当にテックバブルにも突入していくタイミングだったんで SARS とか IT とかもそれだけだったんですよ でも農業なんてまだアグリテックとかフードテックって単語すらなかったんでこれはベンチャー投資足りえないとこんなとここんな時間がかかる産業は誰も投資しないんだよというふうに僕は言われたんですよただ彼の授業で言ってたことはスタートアップっていうのはこう何か今までのやり方をテクノロジーでディスラップとしてもうとてつもない市場をこう築いていく。これが、 ここにまあリスクマネーを投資するってそういうゲームなんだって話をしてたんでそういった意味では別に確かに時間がかかるかもしれないけどこれは全然 VC 投資足りるのになとは当時は思ってましたね。ということはまあ私は挙、えー、げたことは書いてますけど決して投資の専門家じゃないんですごいその,あの私の常識からすると誰もやらないことがあれば絶対儲かるんじゃないかっていう素人考えを多分同じふうにみんな考えるんですけどいざやるとそんな領域のその。 開発されれててないとかダメだって言われたわたけですよでも今から考えたらやっぱり誰も行かないからこそいろんな選択肢があったし多分いろんなそれはもうその通りですし、うん、あとはやっぱりそのアメリカに行ってちっちゃい頃から思ってたこの日本人として何か日本のものでその世界のマーケットに挑戦したいってずっと思ってそれが何なのか分かんなかった時に目の前に。 もう僕からするとどう考えても全てがこうはまるもうオプチュニティーがポッと落ちてきたので周りの人からしたらなんか一人で盛り上がっててこんなに絶対成功するわけないのにって思われたと思うんですけど僕の中では結構これはまあいけるんじゃないかなって勝手に思ってましたけどね。 古賀さんの資料や今の話を聞いててもそう面白いのは戦略的にアメリカ人人ななんんででですすよよねでもハートは日本なです、まあ、結局どうなんでしょうやっぱり自分がそのまあ子供の頃に例えばアメリカで暮らしたりとかしてるし、まあ、多分行ったり来たりもしてると留学もしてる自分の中での日本人の意識って例えばずっと日本しか知らない人より強いと思いません